クローン。クローンは2010年までエストニアで使用されていた通貨。補助単位はクローンに相当するセント。クローンはスウェーデンクローナ、ノルウェークローネといった北欧諸国の通貨と同様に、ラテン語の頃が王冠を語源としている。クローンは1928年にマルクと変わって導入され、1940年のソビエト連邦による占領を受けて、 ソビエトルウーブルに切り替えられたものの、1992年にエストニアが独立したことによって、再びクローンに移行し、2011年1月1日にユーロへ移行した。クローンは1924年に環状単位となり、1928年1月1日に通貨となった。この時、100マルクを1クローンとする切り替えが行われ、補助単位をセントとすることとされた。 1924年、クローンはスウェーデンクローナと10下で固定されたが、これは純金 1kg を2480クローンとするものであった。この基準はクローンを支える準備工とともに報道もされ、また政府債の発行や紙幣の交換が停止された。クローンの信頼性を確保するために、エストニア銀行は外国通貨とクローンの両替を行ってた。これらの措置によって、 国内の銀行、金融部門の信頼が回復し、また、エストニアの景気回復と、国際舞台でのエストニアの評価の上昇に、繋がっていった。1933年の世界恐慌の時期に、クローンは金本位制を廃止し、35%の切り下げを行って、1ポンドを18.35を、クローンとする、ポンドスターリングとの間でのペック制に移行した。しかしながら、 エストニアクローンの流通は1940年のソビエトによる侵攻で停止し、1ルーブルを0.8クローンとするソビエトルーブルへの切り替えが実施された。1992年6月20日、10ルーブルを1クローンとするクローンの再導入が実施された。この復活したクローンは当初はドイツマルクとの間で8クローンを1マルクとするペック製が実施されていた。 ドイツで1.95583マルクを1ユーロとする通貨切り替えが実施されたことにより、ユーロとクローンとの間でも1ユーロを15.64664クローンとするペック制に移行した。2004年6月27日、エストニアが欧州為替相場メカニズムに組み込まれたことで、エストニアクローンの中央陛下は1ユーロに対して15.6466クローンと定められた。 しかしながら、ユーロとのペックは継続されているため、プラスマイナス15%の変動幅制限は用をなしていない。2010年、欧州委員会は、修練基準を満たしたとして、エストニアのユーロ移行を提案し、欧州連合理事会もユーロ移行を承認した。これによって2010年12月31日をもって、クローンは廃止され、2011年1月1日に、 エストニアは通貨をユーロに切り替えることとなった。1928年、ニッケル製銅の25セント硬貨が、クローンの硬貨として、初めて発行された。その後、1929年に、製銅の1セント硬貨。1930年に、銀の2クローン硬貨。1931年に、製銅の5セントとニッケル製銅の10セント硬貨。百三十三年に、 銀の1クローン硬貨、1934年にアルミニウム製銅の1クローン硬貨、1935年にニッケル製銅の20セント硬貨、1936年にニッケル製銅の50セント硬果が発行された。エストニアソビエト社会主義共和国の成立から4日後の1940年7月25日。 第二次世界大戦以前としては、最後となるエストニアの効果である1939年付けの一銭と効果が発行された。クローンが正式に導入される直前の1927年、KS クローン、1クローンと上書き印刷された100マルク紙幣が出回った。エストニア銀行は1928年に10クローン紙幣を発行し、その後、 1929年に5クローン紙幣と50クローン紙幣、1932年に20クローン紙幣、1935年に100クローン紙幣をそれぞれ発行した。1992年5セント、10セント、20セント、50セントと1クローン硬貨が発行された。1クローン硬貨は白銅貨であり、他の硬貨はアルミニウム青銅貨であった。 その後、1997年に20セント硬貨がニッケルと金鋼鉄貨に、1998年に1クローン硬貨がアルミニウム青銅貨に切り替えられた。5セント硬貨の新規発行は1996年を最後に停止されたが、その後も法的効力は持続されている。1クローン白銅貨の発行も1998年を最後に停止され、 法的効力も停止された。5クローン効果は、記念効果として発行されており、市中で見かけることは稀である。紙幣についても1992年に、1、2、5、10、25、100、500クローン額面のものが発行された。1994年には50クローン紙幣も発行された。1クローン紙幣の発行は停止されており、また50クローン紙幣は、 エストニア国内では人気があまりなく、市中でもあまり見かけることがない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。